はい、皆さんこんこにちは今日はサポいよいよサポートベクトルマシンの送対問題というものに、えー、と取り組んでいこうと思います。まずはまあ復習前回までの復習のところからやっていこうと思いますがまずサポートベクトルマシンっていうのはまあどういうふうなことを考える問題だったかっていうと今の場合はあまあ i っていうのがこうデータのラベルでこういう x うん、m 次元平面の中にまあデータ点があってでその中に、えー、y=1 っていうふうなグループのまあラベルがついている点と y=+1 っていうふうなラベルがついているグループと y I イコールマイナス1っていうふうなラベルがあついているグループがあると。でこういうものを、えー、と領域で、えーまあ、こういうふうな分離境界ですね え境界線を引いてあげてえとこっちのグループとこっちのグループというのをより分けるということを今考えているわけですけどもえとこういうふうにきれいに分類するためにはまあどういうことを考えたらいいかというとこの分離境界をまあここからでき,えまあできるだけまあこの分離境界まで近いそれぞれの点をまあう のまあだからマージンっていいますけども要するにこのえとどこまでこの分離境界線を上下に動かせるかっていうものでえこの動かせる幅マージンっていうものが余白がまあどれぐらい広く取れるかっていうことを基準にしてまあいい分離線か悪い分離線かっていうのを判断していくということを考えていました。 で今の場合はこういうマージンを最大化するっていうことでできるだけ、えー、いい分離をするというようなことをやるこれがあサポートベクトルマシーンで今考えているのは、えー、とこの分離境界っていうのがこういう、まあ、直線、えー、と N 次元平面だったら、まあ、そのあ N 次元空間であったら、まあ、長平面ですね N-1 次元の長平面みたいなものでう え分離するということを考えていました。でえとそれは結局どういうふうな問題に着着されたかっていうと,えとこの平面のまあこの一次の係数 W っていうものとまあ定数 B っていうのがあったとしてえと W と,えと B と具材のこのとえっと B と定数 B との。 それをできるだけ最小化しましょうというふうなこの WB 具材を動かしてこの W2 乗とか C の具材合の和ですねこれを足したものをできるだけ最小にしようというふうなことで。 えーとやってきたわけですけどもまあこのえーとマージン最大化っていう部分に関係直接的に関係しているのはこの 1ⅡW ののノルム乗という部分でしたまあこれえーとマージンを最大化するというのはこれを最小化するということとまあ等価なんですけどもえーと後ろの部分っていうのは何にえーをやってる項になるかっていうと。 まあ全部が全部こういうふうにきれいにえと分離できるわけじゃなくてたまにこのえ×印がマージンの内側に入ってきたりこの丸がマージンの内側に入ってきたりまああのえっと要するに例外点が現れることがあると。でその例外点はまあデータの質にもよってくるわけですけどもうんとこのでえーマージンが中に入ってくることを許容するっていうふうなあものをえまあ許容するような あーえっ、ー、と分類をしようということになります。で、えー、とこの、えー、例外を許すっていうもんいう、えー、とマージン、えー、サポートベクトルマシンの、えー、とマージンのことをソフトマージンっていいます。で逆に、えー、とこれを考えずに、えー、ともう完全に分離するっていうふうな問題を考えることを ハーードマージンといいううふうに言いました今は、えー、と適用範囲を広げるために、えー、こういうようなあ後ろにこういうふうなゼータアイという新しい、えー、あ具材アイという新しい、えー、と変数とそして c という生息化係数と呼ばれるものを導入して、えーとまあ、こういうふうにええー。 分離の分離えこういう風なマージンの内側とか反対側に入ってくるようなあ例外点を許容するという風な問題を考えていますでこういう風うなあ関数を最小化するっていうのがマージンの最大化っていうものになっているわけですけども今最大化というものを達成するためにこういうものを考えているわけですけども。 えっと、この問題のことを、まあ、あこれから解く相対問題というものに対して主問題というふうに言います。だからまあもともとの生の問題のことを主問題というふうに言って、まあ、これが主問題のことですね。で、えっと、この主、えー、問題ですね、えー、こういう関数の、えー、最小化を考えるにあたって、えー、どういうふうに、えー、とまあ 制約がないわけではなくて、えー、制約条件がついてます正し付きがついていますでどういう制約条件がついてるかっていうと今の場合はえっと yi×、えっと、この w 電池の xi プラス b っていうのがマイナス1プラス具材 i っていうのをこう後ろにつけたときにこれが0以上になるとまあもともとはこれが1以上っていう条件だったんですけどまあ具材 i をつけて えとまあ,あの条件を緩めてあげるまさに例外を許してあげるものになをえ、まあ、例外を許してあげるようなケースのことこれが具材愛の役割になります。でただし具材愛は正のあ0以上の数ということで、まあ、この2つの制約条件のもとに、うん、とこういう、えー、関数の最小化を考えていくっていうのが 今の問題になります、ね。でそれを、えー、とちょっと数学的に書き換えるということを前回やりました。でその書き換えのためのまずキーワードになるものがこのラグランジュ関数というものでした。でこのラグランジュ関数はどういうものかというと今ここで導入してきた直線の係数ですね。WB という直線の係数それから えと許容うん、例外を許容するための、えー、変数具材 i っていうもの、まあ、この wb 具材っていうのを主、まあ、変数として、えー、と持っていてそして αμ っていうのも新たに変数として持つような関数になりますでまずこのラグランジュ関数っていうのはここに現れてきた最初の2つの項がある でそれに対して、この2つの制約条件の2つのの制約条件の左辺ですね。これに αi をかけたものと、2つ目の制約条件に μi をかけたもの。それをデータの分だけ足し算していくっていうもの。データの分だけまあ引き算か。マイナス符号なので、データの分だけ引き算していくもの。これを ララグランジュ関数と言いましたでこのラグランジュ関数を使うと,、えー、とこの、えー、主問題である、まあ、マージン最大化で、えー、ラマージン最大化の問題というのはどういうふうに、えー、書き直すことができたかというと,、えー、と主問題はこのように書き換えられます。まず、えー、とこのラグラグンジュ関数を えーと相対変数 αμ に関して最大化するっていうことをします。でその時に w と b と、えー、具材っていうものは、えーっとえー、っと固定されていますので α、まあァ,まあ、ァは全部、えー、0以上で μ も全部0以上なので今この範囲で最大化をするっていうことを考えているわけですけども。 WB 具材はまあ固定しているので出てきた結果というのも WB 具材のまあ関数としてまあまあ今 P と置いておきますけれどもこの P という関数が得られますで次にこのえと P っという関数をえ最小化するっていうふうにした場合え何が出てきたかというとまさにえと制約条件下でえと先ほどのまああ これをやってることに、えー、まさに、えー、一致するというのを前回、えー、と見ました。で、えー、とちょっとそこからもう一歩進んで、えー、とこういう形も見ておきたいと思います。今のも、えー、主問題っていうのはあー、えー、マージン最大化から出てくる今の、えー、と主問題っていうのはどういうふうなものかというと WB 具材を動かして。 えっとこの P っていう関数 WB 具材を最小化するっていうものなんですけどもこれはラグランジュ,ンラランジュ関数それはえっと主変数と相対変数を持っているものなんですけどもまず相対変数に関して最大化し次に主変数に関して最小化するまあそういうような手順でえっと主問題っていうのは解けますよっていうふうになっているということが前回までの結論です。 でここからがまあ新しいところになっていくわけですけどもえとちょっと先にえこのラグ先ほどのラグランジュ関数を先に主変数に対して最小化するっていうことをするとどうなるかっていうことを考えますつまりえと先にこのラグランジュラグランジュ関数というのは WB 具材そして αμ の関数になっているわけですけども先に えと主変数 WB 材に関して、えー、と最小化をするその結果出てきたものを今 D っていう関数でァとまあ当然今 αμ は固定したまま、えー、主変数に関して最小化していくわけですから出てきた結果というのは α と μ の関数になっているでこの出てきた D っていう関数をさらに、まあそえー、とこの相対変数ですね αμ に関して えー、最今度は最大化してあげるでただし α は0より大きい μ は0より大きいっていう範囲の中でこの D という関数を最大化するということを考えてみるこの問題はどういう問題なのかっていうのを、えー、考えていこうと思いますでこの問題はどういう問題かっていうと,、えー、ともう一回ちょっとこういう格好で見てみるとえっ、ー、と集問題との、えー、と関係が割ときれいに整理されて えーとマックスの DD、えー、を最大化するっていうことは主、えー、変数と相対変数を持っていたラグランジュアンをまず主変数に対して最小化してそれを相対変数に関して最大化するという問題になります。でこれは先ほどの主、えー、問題の時に出てきた形式と比べてちょうど えっとここが入れ替えてえー逆,のソース逆にえー操作の手順をま,あま,あまさに入れ替えてるっていうことになります。でえとまあこれがまあどういうふうな役割まあどういうものになるのかっていうのをこれから見ていくわけですけどもえとまあ当然この入れ替えて たらえっと、こちらと同じものに同じ問題を解いていることになるのかというとこれは必ずしも自明な話じゃなくて、えっと、このミニ,ミニマイズするマキシマイズするっていうのを入れ替えると、えっと、問題としては違う問題になっている可能性もあります。まあ、あの結果から言うと実は、えっと、この主、えー、問題あまず相対変数でマキシマイズして主、えっと、変数でミニマイズするというのとまず 変数でミニマイズしてから相対変数でマキシマイズするっていうのは結果としては同じことになってるっていうのが後で示されることでえと実際のアルゴリズムとかサポートベクトルマシンを解いていく形式においてはこちらの新し,い新しく導入したこちら側の式のまあ、えー 式,式の式から出てくるような、えーまあ、こちらの形から出てくる式を用いて解いていくということに、えー、となっていきます。そしてこちらの問題のことを、まあこ,ちらのえー、こちらで解くこの問題のことを主問題って言ったのに対して、えー、とこちらのような解き方をする問題はこれに対応して、えー、と相対問題というふうに言います。 でまずそ、えー、と今のようなあやり方を、えー、とちょっと実際に手を動かしてやってみようということになるわけですけどもまずこのラグランジュ関数を変数に関して最小化を行うということを考えますでラグランジュ関数をもう一回見ておくと,、えー、とここに w の2乗があってそして、えー、と c の、えー、具材 での和があってそしてマイナスの αi の、えっと、こういうところですねでここに wi の点値っていうのが入っていてでここに具材 i が入っていてであここに b っていうのが入っていてで最後にマイナス m i の具材,具材 i っていうのもまあ今周辺数ですね今周辺数っていうのはえっと w と具材 i と w と b と,、えっと具材 i と 具材ありですねこれが主変数というものになるわけです。で、えっと、この主変数に対して、えっと、他の変数は全て固定にしておいてこの主変数に対して最,大化最小化するというのはどういうことになるかというと、えっと、微分すると0という条件をまず使ってまず w で微分してみます。で w で微分してあげると、えっと、ここからまあ w というのは、まあ、二,次二次形式であるのでまあ W というものが出てきてそして、えー、とここにも、えー、W が入っているからここの W というのを、まあ、微分してあげることで、えー、とこちらこの項から αiyi、えー、で xi っていうものの、えー、と和っていう、まあ、デ,ータデ,データに関する和っていうものが出てきてで w からこれを引いたら0。 になりますよゼロベクトルになりますよっていう式がまず第一に出てきます。で二つ目はここに b っていう、えー、係数が b っていう、えー、変数があるのでまあこれを微分するっていうことになります。そうするとここの、えー、とこから出てくるのはシグマ i のアルファ i y i っていうこういうアルファ i y i の和っていうのが出てきます。 でこれも、まあ、あえっ、ー、と、微分イコール0という条件からイコール0というものが出てきます。で最後に、えっ、ー、と、具材 i ですね。この具材 i っていうものを、えー、微分すると、まあ、こことこことここにあるわけですけども、微分すると、うんと、ここからあー c っていう係数が出てきて、で、ここの部分から、えっ、ー、と、αi っていう係数が出てきて、そして、この最後のこの部分から、 いうケースてこれも微分したら0っていうような条件になります。それこれがまあ最、えーとえー、ラグランジュ関数を最小化するっていう条件になります。一、まあ、つ目はまあ非常に簡単で、まあ、平面で、えー、と1次元でいうと下に凸みたいな関数になっているので。 まあ、w イコール、えー、とこういう αiyixi、えー、の和っていう形のものであれば、えーとまあ、W に関して一番小さいところを取ってるなっていうのが、まあ、分かります。でちょっとこの2番目3番目っていうのが、まあ、あ二次形式じゃないのでちょっと注意があうっかりミスしやすいところかなと思うので、まあ、注意しておくと,、えー、と B っていう関数に関しては、えー、と一次関数になっています。 で、この一次関数の係数が、まあ、こういうものになるわけですけども、えー、ともし、えー、と一次関数の係数ですね、こういうものがゼロでないとすると、まあ、B を無限に大きくしていったり、まあ、もしくは無限に小さくしていったりすると,、えー、と、無限に小さい数に作っていくことができます。なので、最小値を持つためには、えー、とこういう、えー、B の係数に当たるところが、 0でないと最小値っていうものは存在しなくなってしまうとうまあそういう条件があを、まあ、あ与えているもので、えー、とこの一つ目の式からは W がどういう時に最小値になるかという W の、えー、と条件を出しているわけですけれども、えー、とこの2番目の式からは αiyi、えーまあ、この相対値を出いの 変数の方ですね、相対変数っていうものがどういう式を満たしておかないと,、えー、とラグランジュ関数が最小化できないのかっていう、まあ、相対変数の方の条件が実はまあまあ出てきているということになりますで3番目の条件についても同じです、えー、と具材 i に関しては、えー、と一次関数になっているのでもし、えー、と一次関数の 一次関数の係数 C-αiμi というものがもし0、えー、でなければ具材 i を、えー、と大きくしたり小さくしたりすることで、まあ、どっちかですねどっちかの場合はまあ,あ えとこのラグランジュ関数が無限に大きくなったり小さくなったりということが可能になってしまいます。なので、えー、最小値っていうものを最小化っていうものが可能になる最小値っていうものをも持たせるためには、えー、と具材 i の係数であるこの,この、えー、と式が0になっている必要がある。でこれも具材 i がどういう値かっていうのを決めるものではなくて。 えと相対変数の αi とか μi がどういう式を満たしておかなければいけないかというものを与えるものになっています。でまあこれです。まあこれを、まあえー、と解いてあげると,、えー、と最小 L を最小化した D っていうものがあ出てくるわけですね。で、えー、とこれから。 えーと何をするかっていうとこの W のところにこの W のところに今これを解いて出てくる W がまあこれですねえーっと W っていうのが今これを解いてあげると こういうものであるこういういものの時にラグランジュ関数が最小化するっていうのが分かったのでこれをこことここに代入するっていう式を作ってみます。で他のところはまあ,あ一緒なんですけどもまずこういう式で、えー、こういう式を作ってみる。そうすると,、えー、と何が出てくるかっていうと。えー まあこちら見たらあれですかね、ラグランジュ関数をまず最小化することで、次、α と μ だけをえと変数に持つ d っていう関数が出てくると。で、だから、まあ、あのとこの w を代入して、えっと、ラグランジュ関数を最小化してあげて、えっと、d っていう関数にします。で、えっと、代入すると、代入して d っていう関数を え作ってあげると,えとどうなるかっていうとこういう関数が出てきます。だからここがもともと W だったところですね。えっとここがもともと W だったところ、ここがもともと W だったところになります。でまあまさにこの二分の1の何とかの2乗。で C の具材 I の和ですね。それかマイナスの I の αI の Yi のここの W があったところに、えー、とこの、えー、シグマの αi、えーえー、yi、xi の点値というのが出てきて次に、まあ、xi がかかるとでプラス b のマイナス1プラス具材 i これの、えー、とデータの和それからマイナス μi の具材 i というものになりますでこれはあー、えー、とちょっとうまく、えー、まとめていくことができて まずここに、えー、と2乗の和、でこ,こにも同じ、えー、ほぼ同じ2乗の和っていうのが、えー、出てきていますので、えーとまあ、これとこれって実は一緒なんですけどここに係数がマイナス1ついているものと、えー、ここに係数が二分の1ついているものでマイナス1と二分の1で合わせてマイナス2分の1っていうのが、まあ、係数として出てくる。 でこ,うまあ、これ展開してあげるとどうなるかというと ij の和で αiαjyiyjxi、えー、の点値、えー、xj っていうふうなものが、まあ、ここと,、えー、とここから取り出てきます。で次に、まあ、これがまあ一つ目ですねなんですけども次にっ、えー、と,、えー、b, と b についてまずまとめていきます。 B, b はここにしかないので、まあ、何がかかってるかっていうと、まあ、これで、まあ、ここの部分しかないので整理してあげると b についているものはマイナス b のシグマ i の αiyi になります。であと次に、えー、とついているものは何かというとマイナス1っていうのがついているのでこれはマイナス1 α i y i で、それの、えー、と i での和っていうのがあるから、次に出てくるものは、αi での、えっ、ー、と、αi の和ですね。i についての和になります。で、最後に、えっ、ー、と、この具材 i がついているもの。これも、えっ、ー、と、えー、主変数の方なんですこの具材 i がついているものについてもまとめてあげます。そうすると、えっ、ー、と、ここに、えー、と c っていう係数がついていて、そして、えっ、ー、と、ここに、えっ、ー、と、 アルファ i という係数がついていて最後に μi とミュっいう係数がついていてえっとこういうような係数かける c-αi-μi とイイいう係数が具材 i にかかっていてそれを i のデータ分だけ足してあげるというような式が出てくるということになります。だけどここで注目すべきはこの b の係数の αiyi の和とか えと具材 i のケースの c-αiμi というのは、えー、と先ほどの2つ目3つ目の条件ですね先ほどの2つ目3つ目の条件、えー、とこれから出てくる制約から、えー、とイコール0になっているという条件でしたでそれを今の段階で考慮してあげると どうなってるかっていうとここが0ここが0なのでえっと B, が B に関わるえっと項が消えて具材 i に関わる項が消えて結局えっとこの D っていう関数はイコールマイナス二分の1のシグマのえっと i の αij での和の αi、αj、yi、yj、えっと、xi、xj の掛け算になる。X I の、まあまあ点 まあ、行列形式で書くとここに点値がつくわけですけどもでそれに、えっと、生き残ってるのはこの αi の和ですね、まあ、こういうような非常に簡単な、まあ、二次形式のあ二,次と二次の、えー、式があ、えーまあ、何についても、まあ、α についての、まあ、二次の式が、まあ、あ出てくるわけです。 でここでまああのー、確かに αμ の式が出てきてるなっていうことなんですけど、うん、とちょっと,、えー、と気づくのは μ に関する式が、えー、この、えー、と問題の場合はたまたまあ消えてしまうということになっていますだ。だけどこの μ に関して決まらないかというとそんなことはなくて先ほどのえっ、ー、と えー、制約条件の三番目ですね c 引引くくアルファミ α μ イってこれがゼロになるっていうふうな式からえっとミュ μ イはああ c 引くアルフ α イでミュ μ イっていうのを決定することができます。まあそういう形でえっと実はミュ μ イももうすでに決められるって、えー、決めることができるっていうまあ条件がここでまあ整ってはいるということになります。 で、えっと、今、μ の条件として、えっと、μi は常に0以上っていう条件がついていますから、えっと、この式を解くにあたって、えぇ、ー、今、c-αi-μi っていうのは0だから、えっと、この c-α も0以上というものになると。したがって、えっと、ここから αi は0、えー、c よりも小さいということに、c 以下であるということになって、 えとこのえと式を解くにあたって αi はどういうふうなところを探索したらいいかっていうと0から c の範囲で αi を動かしてみるっていうことをしたらいいとこの範囲の中でえっとこの関数がどれぐらい大きくなるかっていうことを考えればいいということになりますでようやくここで2つ目のステップえーと D の最大化っていうことを考えるわけですけども今 μi がないので アル,ファアルファっていう、えー、変数を動かすことでマイナス二分の1シグマの、えー、ij での足し算アルファ i アルファ j y i y j、えー、x i ス x j っていうものまあこれにプラスシグマの i での、えー、足し算アルファ i っていうこ,れこの全体の式を、えー、最大化する。 最大化する、最大化するというものをやりましょうということになります。ただし、制約条件としては、αi とっていうのは0と c の間を動く、さらに αi と yi を i で足し算すると0になっているという制約条件が残っているとここの範囲の中で、この関数を最大化しようということになります。この問題が、 まあこういう問題を解きましょうっていうことが先ほどもまあ紹介しましたけども相対問題というものの問題になりますでこれをの答えこれをやった答えがえっ、ー、と α スター μ スターっていうものであったとしますつまりえっ、ー、とこれを最大化したものがえっ、ー、と 最大化まあ今 D を最大化しているのがアルファスターミュースターだとしましょう。で D のアルファスターミュースターっていうのは何になるかというと、えっと、これはァスターミュースターを固定したままで、周辺数 WB 具材に関して、えっと、最小化する、ラグランジュ関数を最小化するっていうものになっています。なので D のアルファスターミュースターというのは、 このミニマイズ主変数に関してミニマイズしたこういうラグランジュ関数っていうものになります。でここで、えー、とこの WB 具材に関する最小化をやめてある、えー、特定の、えーえー、と値ですね、えー、と変数の値 W スター b スター具材スターっていうのを 代入ラグランジュ関数に代入してあげるとどうなるかというと当然、えー、とこのミニマイズした値よりも、えー、大きなものイコールもありりますけど、まあ、大きなものに基本的にはなるとつまり、えー、とラグランジュ関数に w スター r b star 具材 s t アルで α スター,スター,スターミ μ s スターというものを代入した時このラグランジュ関数っていうのは えとこの D の α スター μ スターというものよりも大きなものになっているはずであると。で、今はこのえ W スター、B スター、具材スターというのはえ主問題の解 P を最小化するえものというふうにえ置いておきます。つまりですね、P っていうえと関数に対して、P っていう関数を 最小化一番最小化してくれるのが W スター B スター具材スターであるというふうに、えー、と置いておきます。でこの P っていう関数は何であったかっていうと相対、えーえー、変数に関してラグランジュ関数を最大化したものです。 でその際に、主、え、変、ー、数 W スター、B スター、ザイスターは固定したまま αμ に関して最大化したものですね。で、えー、とこの最大化したものを、ラグランジ関数を、えー、αμ に関して最大化したものであるので、 えとこのアルファ、μ っていうのをある特定の数、α スター、μ スターに置き直して、この最大化っていうのをやめてあげると、当然、このラグランジュ関数の値はえっと小さなものになります。従って、こういうような関係にが出てくるとこ、れこれに対してこういうえっと大小関係が成立することになります。 つまり今どういうことが分かったかっていうとえっと相対問題の方の解えっとアルファスターミュースターっていうのをえ、えー、代入してえっとデ D のアルファスターミュースターっていうのをえっと計算したものとえ主問題の方での解 W スター B スターえー具材スターっていうのを えー、この P っていう関数に代入してあげたものを比べると,、えー、と P の方が大きいと,、えー、と D の方が小さいと、まあ、統合も統合である可能性もあるけども、えー、D はあーこの、えー、と P 以下であるという式が出てきます。ここのの関係性のことを 弱相対性というふうに、えー、言います。弱相対性と言います。でまあ一般にこの相対問題で解いた時の方が小さな値を出してしまうわけなんですけども一般には。ただし、えっと、このサポートベクトルマシンの今回の問題に関してはあ今回はちょっと証明せずに次回以降に、えっと、証明を回したいと思いますが。 えと強相対性という、えー、性質が成り立っていて実はこの、えー、と D スター μ スターっていうのと PW スター、えー w、B スター具材スターっていうのが、えー、統合で、えーとえー、等しい関係にあると統合が成立しているということがあ分かっています。したがって主、えー、問題を解くっていうことは 相対問題を解くっていうことと10日になっているっていうことがまあこれから、まあ、あ分かって、えー、と数学的に例えばあ相対問題の方が解きやすい形式をしているんであれば、えー、わざわざ難しい周問題を解くより、まあ、相対問題の方の形式で、えー、と問題を解いていった方がいいんだなということになるわけです。はい今回はここまでにしたいと思います。